シャイアン山の北口シャイアンマウンテン空軍基地は、アメリカ宇宙軍の基地の一つ。コロラド州エルパソ軍のシャイアン山にあり、冷戦期には北アメリカ航空宇宙防衛司令部の地下司令部が所在した場所として知られていた。2006年以降は大気保管状態にある。冷戦が激しくなり、核戦争の危険性が現実味を帯びてくるようになった。 1957年のスプートニクショックは、大陸間弾道ミサイルによる攻撃可能性も示唆する出来事であった。これらを受けて、1958年にノラドが設立されたが、当初は、遠と空軍基地の地上施設に司令部が置かれた。地上施設は、核攻撃に対し脆弱であるため、堅固な地下施設に司令部を設置する必要性が考えられた。 地震が少なく他の軍施設にも近いコロラド州、エルパソ軍のシャイアン山中に地下司令部を設置することとし、1961年より建設が開始された。基地が完成したのは1964年のことであり、1966年までにノラドの移転が完了している。ノラドの任務はソ連大型爆撃機に対する防空任務であったが、 弾道ミサイル技術の発達に伴い、弾道ミサイル発射早期警戒も加えられ、これもシャヤン山より指揮した。1990年の湾岸戦争の際の DSP 衛星によるスカッドミサイル発射警戒もここより行っていた。ノラドのほか、空軍宇宙軍団やアメリカ北方軍も司令部を置いていた。2006年にシャヤン山の施設は、 タイテロ戦争の時代に非効率と判断され、所在各部隊は、近隣のピーターソン空軍基地の地上施設へ移転した。移転後の施設は、空軍宇宙軍団の管理により、保管状態に置かれ、要員の訓練に用いられるなど、短時間で稼働状態に復帰できるように維持されている。2015年3月、アメリカ国防総省は7億ドルかけて、ここを回収し、 軍の精密通信機器を移転させると発表した。この基地は構造上電磁パルスによる攻撃を受けにくいのが理由である。この基地は全面核戦争に備えた冷戦期の国防中枢として映画などでたびたび登場し、特に1983年の映画、ウオーゲームでの描写が有名である。大爆ドア。映画、ウォーゲームにも登場している。 花崗岩の山体中に作られた地下施設であり、地上より約 1.6km ほどのトンネルの先に施設が設けられている。重さ25トンの大爆ドアが2つあり、内部の建物自体も各出力数メガトン級の核爆発が数キロ以内で発生しても耐えられるようになっている。主要な内部構造物は15個あり、うち12個の構造物が3階建てで残り3つは、 平屋、または二階建てとなっている。内部構造物は、岩壁を直接利用したものではなく、核攻撃による振動を防ぐために、精神剤としてのバネ状に設置されている。核シェルターとして、内部での生活が可能であり、食堂、医療施設、運動施設、売店などもある。非常用発電機も装備し、化学兵器や生物兵器、 放射能については除去される換気システムがある。ありがとうございます。